アドデック9の人体実験、その裏で暗躍するモグラ、真相へ近づいていく矢神に仕掛けられた罠は、カイトウの流し立ちと引き換えに大きな収穫をもたらした。今松金組若頭羽村の口から語られる一言一言が事件のベールを剥がしていく。이번에좀몰아치려나본데스토리챕터11백스테이지무대뒤편이란뜻이죠히읗사완전에여기서좀퍼즐이많이맞춰지겠지응아직남은거래야나얘들아고문도구뭐못데고사서로돼주더지는누구인가부터필요になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。初めから行こうか。まず、あんたらを動かしてたのはアドデック9の小野だ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ。뭐야이걸얘기해야돼기억안나는데모그라를처음쓴거모그라를처음쓴거면은이거아니야신약센터부소장살해사건그러니까카무로초간호사는에미에미는와쿠보다전이게와쿠와쿠는쇼노가직접죽인거변호사는최근에죽인거공리의조직원아니그럴리가없지이거소약센터부소장사살사건이마から半年前하시키가殴り殺された事件だ。하시키は梶平会長の手先で創薬センターを潰すためにアドデック9のアラを嗅ぎ回ってた。そしてアドデック9の開発者である小野には絶対に知られたくない秘密があった。だから小野は葉式を野放しにはできなかった。あの事件は当時カムロ町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラは葉式にとどめを刺さず、でもその時点でしっかり致命傷を与えてた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それが小野に依頼されたモグラの最初の殺しだ。当たりのようやな。やがね。なかなかええ仕事してる。あー、이래봬도변호사였는데요。俺の金で勉強する。なんか자기아들님이자랑하는아빠같아。司法試験もそれで。おお、そうなんか。そらええ投資しましたな。ちょっとそこ。やりづらいんだけど。おお。재밌는두사람이네。저콤비가좀맞는데죽이맞아。モグラは今どこにいる？さあな。だが今頃俺を探してるはずだ。皆殺しにされるぞ、お前ら。モグラもここに来るってさ。上等やないか。なぶり殺しにしたるで。いや、でも、結構잘싸울텐데。笑わせんな。나한테도졌는데、니네가잡을수있을까？モグラは何者なんだ？ただの殺し屋？そもそもあんたはどこで奴を見つけた？うん。拷問道具は？あいよ！待て、わかった。ちょっと待て。遠慮すんなや。もっとええのはあるで。モグラは何者なんだ？
モグラはあいつも初めはカムの町を食い物にする情報屋でしかなかった。情報屋？俺はもともと奴の師匠をよく使ってたんだ。だがそいつは殺にパクられて、その後釜に収まったのがモグラだった。正直言って師匠より断然仕事ができてな。流してくる情報は確かだし、茶化だの偽造書類だの他のどんなやべえもんも大抵は調達してくる。それで俺らはお互いに利用し合ってこの町でのし上がってきた。付き合いはもう20年近くに。結構売れてんね。ん？話続けないと。俺が松金組の若頭になると、モグラに回す仕事も増えてった。あいつは死体の後始末なんて仕事も危なげなくやってのけてた。筋もんでもねえのに度胸も根性も座ってる。そのうち奴は仕事があるなら殺しも受けると言い出した。そん時は돈이많이필요했나아니면쾌락살인같은건가ついに来たと思ったよ。殺しについちゃさすがに俺もためらったな。だがヤバい仕事ほど稼げるもんだ。俺は奴の窓口になって闇ルートに宣伝を打ってやった。冷やし中華始めましたって感じだな。何が冷やし中華だバカ野郎が。俺のやり方が気に入らねえですが、小さいしのぎで生き残れるほどカムロ町は甘え町じゃねえ。組の看板守るには金がいるんです。カイトーみたいにカッコつけてるだけじゃ今頃組は潰れてた。それにもし上がりがでかくなりゃ登場会で直系昇格も夢じゃねえ。親父もずっとそいつを望んでたでしょうが。実刑がくごにか。そいつはもう昔の話だ。그게찐퉁이니까。へえ、そうですかい。でも俺はずっとそのために体張って生きてきたんですよ。あんたにそう叩き込まれてきたんでしょうが。話が脱線してきたな。もう一度、あんたがモグラの窓口になったとこからだ。その後は何があった？すぐに最初の仕事が入ってきた。創薬センターの副所長を消してほしいってよ。처음받은일이가그거였어？ショーノから。まあな。ただし直接接触してきたのはショーノとは別の仲介人だった。うん？そいつは石松って名乗ってた。愛想笑いがずっと顔に張り付いてるような小男でな。その時はお互い一度きりの仕事だと深くは立ち入らなかった。俺らはなぜ殺すのかの理由も知らされず、ただ1000万で端木の殺しを受けた。なるべく世間の目を引かないように殺せと。まあな。その仕事で石松は俺らを気に入ったらしい。何ヶ月かして奴はまた次の仕事を持ってきた。次の仕事？ああ、アドデック9の実験台にする人間の調達とその始末だ。실험체조달을니네가했다고？교례회의야구자를사라해다도공립애들을잡아서殺すんじゃなくか。その通りです。골때리네。報酬は一人につき1億。미쳤네。冗談だろ。제정신인가？
この間の殺しが1000万。それがなんでさらうだけで1億なんだ。それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのか、まだ我々にもわからないんですよ。一人で済むのか、それとも10人でも足りないのか。10人。つまりこれは長期的なパートナー契約になります。お互いに腹を割った上で固く口を閉じる必要がある。1億という額にはその含みがあるというわけで。兵令会をさらってそいつらをどうする気だ。彼らはおそらく死ぬことになります。ついでと言ってはなんですが、その死体の始末もこの1億でお願いできますか。それとも別料金に。もったいぶった言い方してんじゃねえぞ。何者だてめえは。ヤクザ一人殺すだけで1億だと。あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。話が見えねえっつってんだ。ヤクザ舐めてるのかてめえは。私は末端の人間にすぎません。ですが私の組織は億単位、いやそれ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。もしあなたが私を殺し組織を脅かす存在とみなされれば、あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと。そうなった時あなたは何日生き延びられるでしょう。少しは頭をお使いなさい。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点であなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。銃は下ろした方が賢明ですね。羽村の頭。本当にそこまでの組織なのか。お前らは。너무쫄았는데하무라근데저런돈을내놓는사람을보면어쩔수없지맞네이거사무차관목소리네나래다안타와이시마스노조시대이치노세토모시마스저쇼노도왔네이마ここに私が顔を出したのはあなたを信頼しようと腹を決めたからです。そしてこちらも命がけでことに当たっていると理解していただくためでもある。私はショーノと言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な新薬の開発。我々はすぐにでもそのアドデック9という夢の薬を完成させなければなりません。羽村さん、뭐랄까일본의위상이한번에올라가겠지。ぜひあなた方の力をお借りしたい。그래서이런짓까지하는건데。一ノ瀬、厚生労働省の事務次官か。あいつも絡んでた。まあな。クロイアの어떻게여기에있을까。医療システム産業開発。지금까지는너무쩌리거든요。わかるが。근데쩌리로끝날리가없어。그런비싼배우를쓰고。ああ。創薬センターもその一部だが、厚労省の役人たちにとって。カメオラメ그렇게대문짝만하게얼굴이나올리도없고。ね。そいつを20年くらい前に立ち上げた影の立役者が。若き日の一ノ瀬だ。一ノ瀬はその手柄で事務次官にのし上がったんだ。つまり創薬センターは一ノ瀬の権力の源だ。
それを守るためにもアドデック9を完成させる必要がある。その陰で何人人を死なせてでもか。はあ、アドデック9の莫大な利権はな、一ノ瀬たちだけじゃねえ、もう多くの人間に配分まできっちり決まってんだ。今さら陰で何人死のうが止められるもんじゃねえ。바로 이어서 보면 되겠죠? 인체 실험에 경례회의 야쿠자를 사용한 건 왜인가? 쇼노에 그렇게 지정받았기 때문이다. 쇼노로부터 지정? 아, 하드데크 9는 실험을 할 때마다 사망자가 나올 가능성이 있었다. 그래서 몇 명이 消失不明이었다면 어떻게 숨겼다고 사기가 날까? 그래서 야쿠자끼리의 분쟁. 야쿠자 동시 의 공성 나라 몇 명 죽어도 머리 좋네. 민나. そういう もんだって 思う だけだ. 그렇겠지. 가모나. それともう 1つ. 쇼노와. 어? 罪 の ない 인간 に 危険 な 実験 は できない って よ. 야쿠자 나라 殺したって って 構わ ない って. そもそも 創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。でその手先になってる兵隊が強霊会、そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。俺がそう言ったわけじゃねえよ、ショウノが言ってたんだぜ。いいから頑張って喋れや。ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。 これ以上何を喋る。あ、花部と一回じゃ全部だ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと。あんたはさっきモグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、実際はそうでもないよな。あんたも強霊会への襲撃に積極的だったって証拠がある。それは。うん。 잠깐만. 이거 아니야, 이거. 그러니까 지금 이것들 아니고, 이거는 두더지가 죽인 그거일 뿐이고, 이거는 그냥 자연스럽게 고장난 것 같고, 이거 둘 중 하나 아니야? 이건 애들 내보낸 거고, 이거는 지가 공례회 하나 끌고 들어간 거잖아. 이거 아닐까? こいつだよ。覚えてるよな、これ。あんたが矢面に立ったのは。ボニー・ピルエンな、正直。防犯カメラに顔までさらして、あんたらしくもない。答えてくれよ。あの時は、モグラが強霊会を二人立て続けにやったってタイミングだった。 そうなると、奴らも警戒が厳重になって、もう単独じゃ街を出歩かれ。うん。そんな状況じゃ、モグラが一人で強霊界の人間をかっさらうのはさすがに無理だ。だが、モグラは俺以外の人間には絶対に顔を見せねえ。だから、俺が手貸すしかなかった。あんたがアムールを出た後、 モグラは裏口から久米を連れ出してった。アドデック9の実験台は車のトランクに押し込まれて、ショウノのところへ運ばれる。創薬センターへか。いや、センターじゃねえ。違うとこだが、その場所を知っているのはモグラだけだ。人体実験はその、どこか秘密の場所でやってるってことか。 そんなとこだ。じゃあ、死体から目がえぐられるのはなんで。さあな、それも俺は聞いてね。ヤクザ同士の抗争を演出したのか。単にモグラの趣味だろうな。あ、と、여기서 끊어가? 미쳐버리겠구만。次は
新谷が殺された件だ。新谷は凶霊界のヤクザじゃない。なのにアドデックナインの実験台にされたのか。それともあの人は他に殺される理由があった。あいつがやられたのは、이건좀다르게나오는데。俺のせいだ。え？아、그때얘기해줬나보네。それが死んだ事件で俺は裁判を受ける羽目になった。でもよ、やってもね、殺しで無所行きなんて冗談じゃねえ。だから俺なりに保険をかける必要に迫られた。保険？裁判前、新谷と接見した時に俺はこう言ったんだ。もしこの先無罪の可能性がなくなるようだったら、創薬センターの小脳を調べろってな。쓸데없이말을많이해가지고죽었네얘가이치노세たちとの秘密を신谷に漏らしたわけか。別に一ノ瀬の名前までは出してね、小野の名前だけだ。だがまあ、連中から見りゃそれも立派な裏切り行為だろうよ。だから俺は新谷にもきっちり口止めはしてた。いざって時の情報だとな。そんな大事な情報だと理解していて、なんで新谷は小野宛てに電話をかけた。さあな。だが勝手な想像ならできる。聞きたいか。ああ聞きたいね。新谷はよ、うん、お前に負けたくなかったんじゃねえのか。え、あいつが俺を無罪にした時も実際に決め手の証拠を掴んできたのはお前だった。新谷はただそのおこぼれで名を上げただけだ。周りの連中も口にはしないがみんな承知してたろ。のまけにお前はさらに奴より先を行こうとする。裁判では分からずじまいだった真犯人さえ探し始めた。それを新谷はどんな気持ちで見てたんだろうな。お前が華麗に真相を暴くのを期待してたか。俺にはそうは思えねえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。お前より先に真実をつかむ。それができて初めて奴はお前に勝つことができる。じゃあ이래서사람이분에넘치는짓을하면안돼요。自分の手で事件を探ろうとして創薬センターに電話を。俺の勝手な想像だっつったろ。だがどんな理由にせよ結果は同じだ。新谷が小野に近づこうとしたことはすぐ一ノ瀬にも知れた。それで奴は俺が新谷に情報を漏らしたと気づいた。俺としちゃもう新谷には死んでもらうほかなかった。モグラには俺が自腹で金を払ったよ。身代わりの犯人には綾部を選んだ。俺たちはまず奴の銃を手に入れた。その銃を使って新谷に手を下したのはモグラだ。凶器になった銃には弾を補充し、使った痕跡を消して綾部の懐に戻した。一方死体から見つかる弾にはその銃の洗浄痕がつくことになる。するとそこにあるのは綾部刑事の銃で新谷が撃たれたって紛れもねえ事実だ。結局綾部にはまともなアリバイもねえ。誰かに襲われて記憶がないってそんな説明誰が信じる。まあな。でもモグラを捕まえてあんたが今の証言をすれば、불냄새인가?
なんだ、どうした。なんか焦げ臭いな。何벌써왔어松金組が俺を아직덜들었는데モグラも一緒かもな。おやさん、ここを出るぞ。立て、羽村。今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組が俺を引き上げさせます。ごばごばく親父ごりきなんだ。そうすりゃあんたらも助かる望みが。黙れ。厚労省がどうのって話が確かなら、お前も使い捨ての駒でしかねえぞ。連中にしてみりゃいくらでも替えが効くんだからな。そんなわけありませんよ。バカだね。お前순진하다애가。行こう。여기서하무라죽는거아니야?모구라한테?마츠가니구미야!시타데히스케돌소!조토야너!가시라!뭐야?아무라세!쟤뭐이상한거메고있지않아?가시라!아무라세이렇게죽여?야이건너무잔인하지않냐?やってくれるやないか。아니무슨저따위로의약부자가오이우리の組はいつからこんな武闘派になったんだ。야넌애들관리를어떻게한거냐?아니무슨약부자끼리싸움인건데총까지는그렇다쳐도뭐저렇게까지하냐아저돼지또나왔네저돼지부터죽여저거이구조오야사오하무라는것은오래니맡아세로그만뿌려임마니들도못살아서다가그러다가아니니네뭐하는거야타보크미노렌치오거친이치가스그르나퀘스트같은건가봐마치가나를보호하라야너불타고안죽었냐뭐야터졌어이거좋다크다뭐가터져요 너무부실공사아니야계속피다라
승전 열쇠 주기. 야가미! 너 또 나왔냐? 야, 니네 형님도 익어서 죽어 임마! 아니 겉바속촉이 아닌데? 외사. 거의 타버리겠는데? 제 피는 또 언제 사라졌대? 한 번. 아니 별것도 아닌 놈이 진짜. 야 일어나 일어나 뚱뚱아. 내가 일어나질 않는데요? 그만 좀 터져라 그만 좀. 뭐야 철권이야? 갑자기 분위기 철권. 이런 데서 쓸데없이 햅틱 진동? 이거 좀 빡세게 넣지 말라고. 나이스! EX 마샤! 아 이걸 안 주고? 나이스 카트. 아, 될 것도 아닌 놈이. 야, 왜 이렇게 쉽게 당하냐? 서열 2위가. 쟤 완전 신빙인데. 거부지대! 공부해야지. 인상은 겁나 쓰네. 나왔다. 나와버렸다. 요새! 그치, 여기서 하무라를 쏘겠지 당연히. 아이고 어르신! 그래도 지새끼라고 이걸 이걸 카다 치네. 아이 난다 대매와. 지 혼자 조직 짓고 있는데? 땅속으로 가겠지. 후사겠나? 오야지, 난데? 아니 근데 이 게임에서 어르신들은 항상 그냥 죽어. 용과 같이 1편에 카자마 어르신부터
モグラだろ。俺があいつならまず。이래서2편에선겐다선생님도좋을것같아思った通りだったそうじゃなくてよなんで俺をかばうような真似아무리미워도내새끼다뭐이런거아니야お前の話を聞いてて分かったんだよ悪いのは俺だ何が俺が不甲斐ねえばっかりによいやーちゃんお前は組守るために危ねえ橋を俺だってそれはうすうす分かってただが知らんふりしてずっとお前の稼ぎを当てにしてた今さら文句言えた義理はねえよな辛かったろう本当にすまんお親父そんなだからよこれがせめてもの俺のけじめだ親父にそんな責任なんかそれが親ってもんだ親父おやさんダボもう俺はダメだ早く逃げろ何言ってんだ行くぞカムロ署の黒岩だモグラの正体야씨그래크로이야뭐있다니까분명하다니까 아니근데말단이었어아니말단이래행동하는애였어뒤에서조종하는파가아니라어그건예상못했어요나는배후에있을줄알았어사실근데나중에이제후생성사무차관장관뭐걔네들이다엮인거보고어 일개형사가그거보다이렇게좀배우가될순없잖아아그래서좀그래서조금아닌가아니아닌가가아니라배우는아닌가뭐지얘대체라는생각을했는데행동력이었어아참오케이일단은파트넘어갑시다